そのレミのニックネームレミタンって思われがちだけど、レミーなんですよ公式は。はい、皆さんこんにちは、レミーこと徳永レミです、よろしくお願いします、なんですよ本当は。そう、ドローンの称号だよね、称号がレミーなんです。そう、あのちっちゃいイでもなく、ちっちゃいイでもなく、そう大きいイなんですよ、レミイ、レミイなんですよね、誰も呼んでない。そう、そろそろ変更、でもなんかそれもそれでいいのかなって思ってる、変更しなくても実はみたいな感じでいいのかなって思ってるかな。もうどうだろうね、わかんない。あ、レミタソもありますね。あ、レミタソもある。どうしてこうなったこれはなんか本当に一番最初まだお披露目もしてない時に、壁写とかの撮影があった時に全部書いたんですよ。そこでニックネームは何ですか、好きな食べ物とか血液型は何ですかみたいながあって、でずっとねニックネームが一番難しくてどうしようってママとかもと話してて、でもなんかレミーしか頭になくて、なぜかレミーってそうレミーになっちゃって、そう、それでまあレミーってあなんかいいんじゃねみたいなおしゃれじゃねみたいになったけど、そうだけど誰も呼ばないっていうオチです。そう気軽に決まりました。そんなめっちゃ悩んだけど、まあいっかみたいな、後悔はしてないけど、なんでレミって言ったんだみたいな。ぜひじゃあ使ってください、皆さんレミってレミって呼んでくださいやばい、違和感だよそんなのね。レミもレミタンって呼ばれるのが慣れてるから、逆にレミって言われたらちょっと違和感あるかもしれない。それでそれもそれでそう嫌ですって、そう、あれ待って一旦誰だっけみたいな思考停止します。そうだよ、振り返らないはあ。でも昨日久しぶりに劇場でキャッチフレーズして、すごい嬉しかった嬉しかった、自己満なんだけど、最初にレミタンって言ったのは多分おみずきかな、おみずきが多分名付け親なんですよ、レミタンの。徳さん呼びが好き、徳さん呼び、徳さん、あなんか小学校のところは徳ちゃんとか呼ばれてた、徳ちゃん本当にごく一部だけど徳ちゃん徳ちゃんって面白いよね、徳ちゃん指は